やけどね、みんなね、色街とか、まあ、繁華街ね、風俗街で遊ぶとしますよ、ね。そういう時、ちょっと、お兄さん、連れて行かれたらするよ。そうやって、なんか、気に入ったやつを間引いてるわけでもないし、なんかもう、無差別爆撃、無差別攻撃でもないし、とにかくあいつ悪いから、俺たちに悪いことしやがるんだよ。せっかく繁華街、風俗で遊んでるのに、もう、じゃあ、何よね、皆さんとってな。ちょっと、遊び方がちょっと、まずいようでした。ちょっと盛り上がりすぎるようで、ちょっといらしていただけませんか。こうやって、ヒューってつる。実は。で、消える。サインが。普通はね。だから、じゃ、西浦のじいさんが、うちに対してちょっと遊びすぎたやろ。西浦の旦那さん、ちょっと聞いていただけませんか。ちょっと、私たちの主人の方って、女主人の方って、ちょっと、動画過ぎたみたいにしよう。ってなるわな、どんな勢力から見てもな、うちの方が名誉だから。天皇から見てもうちの方が名誉だよ。だけど、これ、引っかかりがあって、なんか、必死で抵抗しようとな、おんでんな。見えた、見える人に。さーって、そうそう、ローマ教皇にとってもうちの方が名誉だよ。なんか今この辺に池田ってなんかちらっと見えた。とばっちりったから。なんかそういうなんか連合君とったの。連合？うちより名誉なのは自民党だけです。うち自民党員1年目やん。ね。荒川区もうち OG やん。で、今の社長も、前の社長も知ってるけど、うちの直接の上司じゃないもん。上司だった人じゃないもん。学校の先生、恩師たち、もうみんな死んでる。あ、父親死んでる。あ、お兄様、諦めてる。いとこかい。あ、怖いね、いとこかい。なんか、ハイヨルのババも怖いやんか、周りとって。 って今、隠れ家電にしてるんです。なおんの国有を通じてたからそんなんだ。 目が汚れていらっしゃるので、ちょっといらしてくださいませんか。なんでやねん。 なんだよ、それは。なんかそんなんはないよって言ってるわけないやん。度が過ぎた人物をピューって連れていくんだけやんか。な、その取締り自警団がないからな。みんな勘違いしてるやろ、そのなんかな。ほんまに。で、一番勘違いしてたんが、あまじゃないです。どういう意味ですか、勘違いって。西野じいさんってな、パクトラかい。なんか情けで、末路やな、ずっと前に暴力団、ひょっとしてやめとったんかなっていう思ったりするやろ。でも、結構な、学生時代に、西野の、じいさんがボンボンやった時に、まあ、もう前もって、もう痛めつけてくれとって、この辺の名門たちが、まあな、同級生たちがな。だから、陰湿な司会者、なんか、闇の方向からしたらしいね。闇勢力の方向から。っていうリークで、今日はちょっと休憩しようかな。